それくらいの攻撃で壊れるなんて脆いもんだね。さすが特攻エース、周知涼しい顔だ。というか豆腐のせいで、地割れ落ちたんだけど。これ大丈夫かな。せっか、とりあえずエラーはこれで全部だね。了解、なら退散しましょうか。第1部隊、第2部隊、第7部隊、第13部隊、任務完了、第3部隊と第4部隊に任せて私たちは撤退。さあ、帰るわよ、トール。オッケー。せっかちゃん、結構怪我してるけど大丈夫ですか？うん、転校した時に気づいたけど、やっぱり私しか怪我してないのよね、泣けるわ。以前話していたロートさんは、ダメだった、護衛部隊がいいって言われちゃった。そうですか、でも絶対せっかちゃんについていきたいっていう子が現れますよ。だといいな。それでは私は救援に行ってきますね。またお城で会いましょうね。トールが地面割っちゃってるから足元には気をつけてね。はぁ、私たちは毎日戦場なのにこの街は平和なものね。はぁ、今日もラル様に怒られたよ。はぁ、援護してくれる人がいればな。あの子、確か。パト様の周りには教育、自助、この得体、がいて、役割分担があるから私たちはそこの司令がメインの仕事になるわ。シーノ、理解できてる。理解不能、無理ぽ。シーノ、そんな言葉どこで覚えたの？エモキモい顔した青い鬼に。やめておきなさいシーノ、汚れるわよ。やだぷー、面白いから飯馬団を。クリ滅裂だぞ、ちゃんとネットスラングの勉強しような。そこじゃないです。ああ、最も正気人の中でも純粋で聖女と呼ばれるシーノだー。まあまあ、飽きるまでは楽しませてあげたらいいさ。シーノ様ー。シーノ様、また怒られた。変なところで応援して状態悪化させるから物が壊れたってー。シーノ様、お願い、もう一回あれしてもらっていいですかー。海星牧場、イノセント。辛い気持ちがなくなったよ。これでたくさん応援できるよ。それじゃあ行ってラッピー。うん、行ってきまっぴー。さっきの子誰？また勝手に玉座に入ってきて。またラル様に連絡しておかないと。いいよ、ラルにってことは護衛部隊なの。はい、ですが聞くところ相当な問題児だそうで、一応同じ最上級神らしいのですが。え、あれ最上級神だったの？てっきりギリ上級神かと。あの子はエンジンってやる気と元気はすごいのだけど、どうもやる気が空回りしちゃってるんですよね。ラル様からは先行部隊の方が向いていると言われるくらいですね。見境なく応援して、状態アップされたり、覚醒されたりするって感じか。だとしたら先行部隊の方がいいかもね。あそこは常に応援されたいだろうし。その話本当？ならあの子私の直属に来てくれないかしら。すっごく欲しいの、エンジン。まずは傷をどうにかしなさい。エラーにやられた傷だから私や他の子の治療じゃ、なかなか治らないのよ。BL ちゃん呼んでもらっていい？いきなり呼び出して悪かったわね。いいですよ。それで私に何か用ですか？引き抜きよ。私の直属部隊にあなたが欲しいの。だから面接させて。いいですよ。では面接しましょう。俺は面白そうだから見てるよ。面接だなんてやったことないけど、どう話したらいいんだろう。そもそも私が欲しいのに面接って何？普通交渉でしょ。頑張れ、ファイト。あ、うん、頑張る。面接相手に応援されちゃったんだけど、現在護衛部隊所属ですが、先行部隊に興味はあったりしますか？全然ないよ。先行部隊って何をやる部隊なの？先行部隊はね、敵をやっつけたり、星々を守るお仕事なの。すっごく大変だけどストレス発散ができるわよ。物騒だよ。私みんな応援したいからそういうのはいいかな。そう、でも先行部隊はみんな応援を求めてるからすごくあなたみたいな子が欲しいなってね。でもだよ、私も一応立場があるからすぐに抜けれないというか。だよね、今更だけど名前と役職を教えてもらっていいかな。ジュンリエ、アーリンだよ。帝国護衛部隊設備復興部隊第2部隊隊長です。クラスはエンジンで最上級神だよ。あ、つまりすごく地位の高い服の影ってことね。頼より、護衛部隊の重要ポジションじゃない。これはさすがに無理ね。頑張れ、頑張れ、ファイト、ファイト。またすっごい応援されたんだけど、どうしよう、一応ラル様に聞いた方がいいかな。せっか、ちょっとこっちに。パト。せっかちゃん、勧誘はいいけど一応私に話だけ通してちょうだい。
ラル様、すみません、すごく焦っていたので。だから俺が代わりにラルに伝えておいたんだ。これで少しは交渉の道もできるかなって。そうね、ちなみにルーリエなんだけど、私個人としては別に連れて行っても問題ないわよ。いいんですか？アポなしで勧誘した私が言うのもなんですけど、最上級神ってことはかなり優秀ですよね。地位は優秀だけど、実績は全くよ。それ、ラル様目線ではなく、これでも私はちゃんと評価してるわよ。でもあの子はちょっと空気が読めないというか、一昔前の RPG ゲームの仲間 CPU みたいな。HP 少ししか減ってないのに回復魔法連発したり、即死魔法効かない相手に即死魔法連発する奴らみたいってことか。そうそう、必要ない時に見境なく支援しちゃう子だから、でも最上級神だから一応隊長にはしてるけど。そうなんですね、どうすれば私に惹かれてくれますかね。好きなだけ私たちを応援しなさい。かしらね、多分。そうだ、今後一生の付き合いになるんだ。プロポーズするんだ、せっか。それでうまくいくかしら。お帰りなさい、辛い時でもファイトだよ。ルーリエちゃん。はい。あなたの応援が必要なの、あなたがいいの、私が一生面倒見るから私についてきて。でも私には役職が。ルーリエちゃんが望むだけ応援していいから、みんなルーリエちゃんの元気いっぱいの応援を求めてるの。お願い、あなたの一生を私にちょうだい。こんな熱烈なお誘いは初めてだよ。どうしよう。すっごく行きたい。でも、私には。お願い、私のところに来て。はい。おったまあ、よかったわ。あの子を必要としてくれる居場所があって。正直どうなの、取られて。問題児なのは間違いなかったからね。でもそれは元気があり余ってるからって理由だから、ぜひせっかちゃんのところで思う存分応援したらいいと思うわ。これでせっかも任務が楽になるといいね。ここどこ？スキア、目を覚ましたのか。ならご飯にしようかな。ラルはどうする？私はどうせこの後二人で来ると思うからいいわ。いい感じに送り出してやれよ。冷徹ラル様でもいいけどさ。はいはい、なら少し優しくエールを送るとしますかね。それじゃあ俺たちはご飯とするか。お腹いっぱい食べるよ。こうして石化の直属部隊に1名加入し、石化の任務も以前に比べてやりやすくなったらしい。ファイト、頑張れ石化様、頑張れトルー。うおー、力がみなぎるー。これはフルパワーの光線を何千発撃ってもびっともしないぞー。すごいわ、これなら私でも無傷で戦える。ルーリエちゃんが来てくれてよかったわ。ただ、やっぱり問題もあるわけで。救助活動中にいきなり応援されてパワーアップした石化が避難用の建物を壊してしまったことが多々あったらしい。やばいやばい、これはまずいわ。どうしよう、苦情とかのレベルじゃないわよ。石化様頑張れ、大変な救助頑張れ。L.O.V.E. 石化様。まあ、私がこの子を受け入れたのだから仕方ないわね。よっしゃー、もう一踏ん張り頑張るわよ。頑張ってー。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。